メロメロかんメロシネッタデスクミックか。デスクが自分で選んでると。そうです。こちら対面のチームですね、はいはい、こちら。はい、さて、どこを見ましょうか。どこ見ますか。どういう感じで決めてました。ほぼ独断と偏見による決め方を、さっきまでは中央を見てたんですけど。中央で。中央でいきますか。したら、どっちかな。どっちを見ようか。まあ、ライダーさんがいるし、魚の方を見ましょうかな。なるほど。うん、あら、なんかビルドが割とパクられてる。リスペクトという形で、ね、なんじゃないですか、やっぱり。編成的にはアタッカー2、サポ1、ファイター1。まあ、全国でよくありがちな。全国でよくある。デスクが端行くか、ミクサが端行くかみたいな、みたいな感じですね。いやいや、シルネッタが行くよ。いや、それはないでしょう。いや、行くんだよ。どうすればいいの。どうすればいいの。出ました。さあ、対面がミカサと、クロタルミクサと、もう一人が闇キビツ、画面外、はい、ランギさんか。ランギさんの闇キビツ。これは、開幕はミクサのドローがやらしいですよね。長いんで、かなりな、あ、長いし、結構バニム残る。そうですね。これ1回ダウンするとちょっと戦況変わってきますけど、開幕は優勢な感じですね。そうですね、射程うまく生かして。さあ、闇キビツが左に出張に行っている。ああ、化身さんでスックが追いかける。真ん中割と捨ててますね。そうですね、両サイドそこまで。そうです。 おっと、ここで1キル。ただ、ミクサは相打ちしたのかな、これは。あー、そうですね、右モモハもやられてしまうと。さあ、先に折れたのは右レーン。いいですね。中央レーンはシレネッタの兵士処理次第。そうですね。さあ、なんとか上げちゃえた。ストレック。あー、なんか飛んできた。さあ、モモハシフックが中央に来るほど余裕でやられてしまったか。さあ、中央後ろ側でこれもうピョンピョンできるからな。ここは挟みたいが、なんとか逃げますね。ごめんな。さあ、ここ合わせられるか。おっと、危ない。あ、危ねえ。狙われている。狙われているが、根気が強い。根気が強い。これもう一回メモリ増やしたいですね。1メモリ増やしたい。なるほど、うん、これ一撃で死んじゃうのちょっと痛いですね。さあ、どうする。攻める。強い。兵士は溜まってますが、危ない。危ない危ない。セーフ。危ない。もう一回狙われてる。強い。本気が強い。本気が強い。さあ、これ危ない。危ないぞ。ずっと危ないぞ。本気が強い。うまく兵士団で直すためにどうして。さあ、これ津波をちょっと右の方の兵士が辛いから流しただけですかね。と真ん中手前はこれはきついが、おお、うん、惜しい。ああ、惜しい。真ん中もなんとか兵士処理して耐えてますね。そうですね。左がここで1本。左1本。左が折れて巨人が、これが左に出る。 左の対面は誰でしたっけ。左の対面は誰かな。リンちゃんかな。リンちゃん、あ、リンちゃん見てないからリンちゃんっぽいっていうの。この左の方ではキルが生まれましたね。あーっと、アンダーの前に死んでしまう。ランギさんのデス、あの闇キビツが結構いい感じで、ありがたい。中央ありがたい。あ、ロードピスとお札だったら大兵死なないんだな。
そう、発動しないとダメなんですよ。発動しないとダメっぽい。ただ多分マックスでもう1メモリ増えるから、あーマックスだと届くのかな。あさあここはミクサーおうまくスローを当ててクルス先生と挟んで倒すのかと思ったら放置ですね。放置ゲーしてますね。クルス先生がリンちゃんとミクサーに挟まれてワンダーで死んでしまう。焼き魚になってしまわれた。あこのまま焼き魚になるが、まあ左レーン両方とも体力減ってるんで大丈夫だろうと真ん中を押し続けますね。その前に真ん中が折れますね。さあ1本おい、まだまだありますよ。回復、まだ回復も残ってるし、これ横に、あーまあ結果的にはまあまあまあ良かった、良かったのかな。兵士も結構残ってる。中央レーン結構兵士いるぞ。真っ赤に染まる。あーっとメテオだ。メテオがこれは当たらない。中央2本目いけるか、いけるかこのまま。さあここでワンダー、お中央残ってますね。さあ真ん中に巨人兵士がいっぱいいるんで敵戻ってきて、左レーンも順調に押し上がってる。ちょっと左のちょっかい出しに行きたいって、ちょっかい出しに行きましたね。ストレートハメとかしたかったけど逆にやられてしまう。いやでもまあ試合の流れ的にはすごい今いい感じです。逆転パターン入ってます。こっちの真ん中の巨人も無傷ですし、このままそうですね、真ん中は安泰で、ここでメロが事故ったりしなければいいのかな。そうですね、心配な点としては。いやこれ左の拠点が間に合うかな。回復して一歩追ってたらって感じだったけど、いいタイミングで出ましたね。お、骨のワンダデスックワンダーでちょっと試合変わるんじゃないですか。さあ真ん中では闇鬼滅がワンダー、おこれワンダーが入った1キル。さあですがモモハは体力がないので帰ると、一括食らって痛いドローで減る。これもう一発入る。おお跳ねる闇鬼滅がただ画面端じゃない、画面端じゃこれでもいいサポート。なんだこの巨人満タンだぞ。あと残り30秒だから、30秒か。あこれはあ根気が強い、危ない根気が強いぞ。根気が強いが真ん中も降りたいし、これ左が、おっ左が降りた、気合で降りました。右レーンどうなってる、逃げ切れるか。右レーンやばいのでは、見ます、間に合わないな。右レーンちょっとやばい、これるか、これ大丈夫か。あーっと桃橋ストレート外す、あーやらかした。ここで痛恨のミス、あーっと逆転したが最後は青チーム拠点残った惜しかった。俺ちょっと今ミキソの画面見てなかったですけど、最後ストレート外しちゃいましたね。あーまあなんかみんなうん惜しかった。みんななんかあの気合で拠点降りに行こうとしてるから、ね、真ん中奥も出して左も出して右もっつって